敵です。こちらです。行きますよ。投げ出しに行ってくれますか。燃えています。いいね。ユージオ、ありがとうございます。首使って。チャンスなし。最高です。アパッチュー弱さに助け。ポイズン状態です。手伝う。宝箱です。終わりです。これを。頑張って。痛い。よう。行きます。遅い。これだね。ディエーブル。大変、見つかっちゃった。はい、これで満足ですか。バカにしてるんですか。してますよ。ってバカですから、あなたたち。こんにちは。ずいぶん口の回るアファシスちゃんのようね。あら、無冠の女王さんもいらっしゃってたんですね。その説はお世話になりました。その説？私たち初対面じゃなかったかしら。エネミーアファシスのことですよ。ご自身の過去にそっくりなアファシスと転倒しましたよね。お産プレイヤーはやっぱり実力が高いですからね。大暴れしてくれたので検証がはかどりました。偽物を作り出したってことか。なんでそんなことを。もちろん、さらに高水準のエネミーアバシスを作成するためですよ。全てはグロッケンを滅ぼす目的で。使命とやらを全うするためとは聞いたが、お前の行動には同意できない。別にあなた方の同意なんて求めてません。さあ、お話はここでおしまい。ここからは殺戮タイムでーす。レイジーちゃん、今よ。はい、マスター。生徒解凍、アタック開始します。レイジー、旧型が一体何のつもりですか。旧型の制御か。レイジーちゃんを戦闘に出せない分、分析や演算能力のパラメーターを向上させてあるの。アファシスは超高性能 AI だけど、その処理速度には限界があるんです。だから容量の大きなデータを無理やり流し込むわ。気持ち、それが狙いね。私はアファシス特別なアファシス。皆さん、今のうちに早く。リミッターオープン。危ない。そんな。ああ、残念。あと少しでこの旧型を破壊できるところだったのに。
ちゃん？問題ありません。マスター、彼女の処理速度は規定値を超えています。先ほど権限を奪われ、データに逆流が発生しかけました。なぜですか？処理速度に大きな相違はないはず。答えは簡単。処理速度のリミッターを解除したからです。そんな、リミッターの解除権限はアバシスには与えられていません。私には与えられてるんですよ。タイプ X なんかよりずっと多くの権限を持っていますから。リミッターはアバシス自身の安全のためにあるのよ。それを解除したら、最悪の場合、あなたは、あなたのマスターは、あなたがリミッターを解除できることを知っているの？もちろん知っていますよ。マスターはこの力を特別なものだと言ってくれました。だから私も特別なのです。でも特別だから安全じゃないことをするのですか？あなたのマスターはそれでいいと言っているのですか？当たり前です。私だからできるのです。だいたい人の心配をする前に自分たちのことを心配したらどうです？ここで暇してるエネミーたちがいたから、さっきペットにしたんですけど、この子は弱いのであなたたちにあげちゃいます。向こうにはクレアたちが。数もどんどん増えて。すみませんが、こちらのお手伝いをお願いできませんか？だから言ったじゃないですか、バカって。それでは皆さん、ごきげんよう。せいぜい無駄なあがきを楽しんでください。待つのです、リエグル。レイちゃん待って、先にここを片付けて防衛線の火星に行かないと、ノーコンバットゾーンが壊されてしまうわ。本格的に戦いが始まってしまったのですね。悔しいけど、そうね、今は戦い抜くしかないわ。マスター。大丈夫よ、諦めない限り止められるわ、きっと。さあ、そうと決まれば、まずは目の前の敵を倒すわよ。